はい、どうも、ルーでございます。セブナイツやっていきたいと思います。完全に忘れてました。今日がアップデートだってことを来たね、ワールドボス。韓国で最初、韓国版で最初見たとき、なんだこれって思いましたね。ヒットポイントが、韓国ではヒットポイントが1000万ぐらいあって、で、4種類のボスがいて、それぞれ 25% ずつヒットポイントを持ってるんですよ。で、それをどのぐらいの時間で倒すかっていうのをランキング形式で。やるという、そういうものでした。まだ日本版のはまだ見てないんですけど、まあどうなるのかちょっと楽しみですね。で、その前にやっぱり見なきゃいけないのは新キャラでしょう。君なら日々の実績を積み上げて環境を変えてくれる新キャラなのか、それとも、ま、めなんだミストみたいに最初は使い方がわからないキャラなのか、まあいろいろ気にはなりますがね。クレミスもそうだったけどね。ハイドリッパー、私を侮るからこうなるんだよ。声合ってますね。で、魔法型、魔法型か。で、専用装備、次元を開くもの、9ターンの間自分に貫通効果を含む全てのダメージに対する免疫を適用。いいね、またこれ来たか。で、機敏な動き、これが9ターンになるわけね。専用装備マックスにすると、で 100% 復活、全ての味方に覚醒ゲージ調整に対する、うわー、とうとうこんなのが来たかマジか。じゃあもうファインも役に立たねえじゃん。全くではないけど、ファインも反射免疫、自分の防御力が、自分と防御力が最も高い味方2人に次元移動効果を2回。なんだ、1ポイント以上のダメージを受けた場合、対象の1ポイントを 100% 回復させます。この効果は回復量減少効果の影響を受けず、ポジバフによって、ポジバフ解除によって解除されます。なるほど。ここはアリムの上位互換でもあり、新しいキャラでもあるっていうところなんですね。アリム何回も復活しましたからね。上位プレイヤーの方、やっぱり見るところは違うなっていうのはやっぱり思いました。で、スキル。スキル強化で言いますが、次元疾走。すべての味方的に魔法力に 100% のダメージを4回。防御無視。回復復興。え？あ、なるほどね。2回適用ね。この次元、これを使った後でも回復負荷が1個残るってことか。なるほどね。これはちょっと面白いですね。しかも80秒で使えるんだ。これ食らったらジェラードもやばいね。2回回復って他に誰がいる？ちょっとパッとは思いつかないな。次元薬用？わかんない。跳躍か。すべての敵に、魔法力 200% のダメージを4回貫通。追加、対象が 1体少なくなるごとに 50% ダメージを上昇し、スキルタイムを30秒伸ばします。
てんこ盛りだな、過去の、過去のみんなのスキルを。走破滅風陣だよって。50% 上昇。で、スキルとフルタイム。はぁ、あ。で、覚醒。すべての敵に魔法力 250% の魔法ダメージを3回。で、嫌なものが見えた。貫通クリティカル。対象2ターンに復活阻止を適用。え？ 2ターン制になってる。解除できるってことか。なるほど。ネガティブは不解除でもともと解除できるけど。あ、でもに自分ん自分では解除できねえか。本当に2ターン貯めてないと。あと 50% でカラミティ効果は発動。 50%？ なんで 50% なんだろうね。これあれかな。まあいいや。これが神話スキル。神話スキルよっ。バフ源ないからちょっと微妙かな。 LINE が来た。あ、ちょっと待って、これ0だ。0だ。覚醒ゲージを全て減少させます。なるほど。どうなんだろうな。アンチが生きてる間はちょっと使いづらいね、これは。味方の攻撃キャラの弱点攻撃、あ、ミストの能力を強化したみたいな。クリティカルダメージ、クリティカル率。なるほどね。で、すべての味方の弱点ダメージとクリティカルダメージを 60% 上昇させます。これどうだ？ミスト。ミストは。あ、でも、攻撃キャラのみか、ミストは。あ、同じだ。でもこっちはクリ率を上げるんだ。でもミストは弱点ダメージを上げる。だからこれは、弱点クリティカルを発動させる可能性を上げるってことか。怖いね、弱点クリティカルは。あとは確定クリ持ってるやつの能力を上げるか。確定クリクリもしくはクリティカル、のスキルを持ってるやつが多かったらこれでいける。でもただこれを使っていくとザハラが復活する可能性がある、ね。面白いね。ちょっと面白いな。2を選ぶ人と3を選ぶ人分かれるだろうね。どっちにしろクリティカル率も上げちゃうし。ちょっと面白いな。欲しいけどちょっと石がないんだよね。あれに使っちゃったから、ロージー欲しくて、旧セブンナイツガチャにあの石全部つぎ込んじゃったから全然ないんだよね、1000しか。でボス戦もちゃんとやんなかったから、早くちょっといいカメラ使いたい。まあいいカメラ使いたいって言ってるけど、カメラだけじゃなくて、あれが必要なんだよね、キャプチャーが。これ嫌なんだよね。カメラはカメラで撮って、みたいなの。めんどくせえ。なるほど。面白い。欲しい。戦術の幅広がりそう。あ、待って。これは後でいい。で、異形討伐。これは後でいいか。で、今回は、あ、やっぱりランキングあるね。ランキング報酬。累計ダメージ、最高ダメージ、挑戦回数のランキングに、こっちも言え。
応じて以下の報酬を獲得できます。各項目のランキング報酬は重複で獲得できます。おお。ただし該当するランキングの報酬のみが獲得できます。巨像討伐に参加、レイドはなくなっちゃったのかな。やっぱり PVE が得意な人がスコア叩き出してますね。累計ダメージ、最高ダメージ、あ、最高ダメージはポスポスさんで、挑戦回数139回、すごいな。ネコネコ王国玉屋さん、あー、挑戦回数か。まあこれはあれですからね、パーティーじゃなくて個人のはず。韓国版と仕様が一緒ならば。あ、とうとうアスノ鉱石神話、これ気づいてなかったけどアスノ鉱石神話だったんだ。ちょっとやってみていいですか。バトルギア、俺6だからさ、しょぼいんだけど、やってみるしかないよね。これ見れなかったよね、パーティー編成。確か見れなかったよね。俺はこれがいいです。とりあえず、陣形でワンバックで、わかんないからゲリルス、俺を止められるのは俺だけだ。ザハラ入れて、エルニア入れて、フルード入れて、怖いのでリナを入れます。そう、とりあえず 初めてだからちょっとだけギミックを見たいってところで、装備はちょっと気にしないでやってみます。ペットは、ペットは、狩りは強いやつらの遊びさ。そうだね、その通りだ。あれ、スピードが見えない。ブランブロンで行こう。さあちょっとやってみましょう。ちょっとチケットは使わないでいきますね。ファイト。貴様の首もらった。ブロックされたな。耐えてみろ、俺の骨格を。あ、効かない、三体攻撃効かない。敵のバフは防御アップと、防御アップと、装填の支配者よ。反射か。反射だ。今ダメージ当たったか分かんなかった。当たってない。でもこっちもダメージ来てない。ザハラ行け。ザハラは貫通防御無視。12。この扉は誰も通さん。え、なんか増えた。大地を切り裂く雷鳴の暴風。あ、そう。え、バッバッ、文字解除とかそんな感じかな。こっちガンガンバフつけないといけないのかもしれない、もしかしたら。今下げられてるから、あ、あれ、もうネガバフ解除使ってる。ちょっとじゃあポジティブ解除してみます。
4ターンバフゲン持ってます。メガバフ解除入れてみました。ダメだ。あエルニアの覚醒を生かせなかった。わかんない。ちょっとじゃあ100しか当たってないですえ、もう終わり。100点でございます。条件を満たしてないため討伐の成功を認めてもらえませんでした。戦闘を30秒以上持続して行う。もう1万以上のダメージ与える。なるほど、1万ダメージ当たんなかったから何ももらえないんだ。ベストリコード更新ってなんない。ああこれ面白いな。でまだあいつも出せなかったしね。守護者と、相手の防御力下げていくしかないのかな。ちょっと分かんなかったな。1しか当たんないし、反射なんかダメージも少ないから反射の効果も少ないし、分かったことは相手の攻撃がほとんど効かないってことと、バフ減してくる、あとポジティブバフを貼る。だから貼られたらそれはもうダメージ今以上に当たんなくなっちゃうから、下げるしかないよね。これ虚像討伐に移動、あ、いけんだ。これはいけんだ。これで貯めて守護者討伐に行くと。なるほどね。ちょっとまあみんなのランクっていうのもわからないので、とにかく20まで上げるのが最優先ですね。ランクをで、バトルギアをマックスできる限り上げて、第二衣装ショップ、神話異形、神話異形を装備しないとダメなのかな。神話装備の新しい強化っていうのはやっぱり神話あれなのかな、神話アズド鉱石なのかな。神秘セット、あれ神秘セットってあったっけ。あれ神秘セットってあったっけ。俺ちょっと分かんない、ごめん。すぐ手に入るもんじゃないと思ってたからちゃんと見てなかった。なるほどね。神秘セットで4セットか。しかもこれ、あ、魔法力、魔法ダメージ、魔法ダメージの可能性があるな。あとは固定ダメージ。ちょっといい、もう一回やって、ごめん、尺取ってごめんなさい。本当はね、予備、本当はちょっとね、別枠でやった方がいいのかもしれないけど、ユリで、ターラで、トゥルードはいらないか。トゥルードよりもエースの方がいいか。そうだよね。光は心の中に。繰り角だから
弱点ダメージ上昇がいいよね。でこれダメだったら次固定ダメージを試そう。いきます。魔法ダメージのがダメージ当たる。月光の元で舞い散れ。あ、魔法ダメージだ。大地を切り裂く。イカズチの動き。青い夜に月光のように輝く。覚醒は溜まってからのがいいな。大地を切り裂く。イカズチの動き。おい、デバフ効くかな。効かない。大地を切り裂く。戻ると効かない。制圧は？制圧関係ねえか。大地を切り裂く。バンケン使ってくんねえな。キツネビよ、月光の下で舞い散れ。この扉は誰も通さん。これで反射が発動するんだ。エテルイドいないからなかなか覚醒が止まんねえんだよ。あ、これでいい。覚醒打って大地を切り裂く。イカズチの動き。で4ターン減らされて、あ、ちょっと待って、ネガティブ、あ、ネガ、ダメだ、ね、何かけられたのか分かんねえ。攻撃力ダウンか。反撃率減少か。10万はいくね。大地を切り裂く。イカズチの動き。これターダって覚醒する意味あるけど。月光のように輝く。ないよな。喋れ。行け。全体攻撃になるだけだもん。俺たちの最後の敵だ。12万9000。これで挑戦回数にもカウントされると。わかりました。魔法ダメージですね。でとりあえず回数こなさないといけないから、これにはここにはカウントされないから、守護者ダメージが累積しますね。で最高ダメージはちょっと30万、だから頑張って30万50万70万と刻んでいければいい。秩序の破片わからん。で守護者を5回倒すと経験値が100手に入る。これも増えてくんだろうね、討伐ランク。うん、面白い。あとはもう魔法ダメージをどうやって上げていくかだよね。デバフが効かないから、なんかエースより名前忘れちゃった、ごめん。新キャラ、あ、しゃちょっとペットじゃねえキャラ、アンテか。アンテのこれの方がいいかもしれないね。神話ダメージアップと、クリダメアップ、これがいいかもしれないね。神話じゃねえ、弱点。
なるほど。であとは新しくまだ覚醒してないやつが守護者キャラになるのかもしれないですね。ミコとかメイちゃんが神話覚醒してないんで、あ、じゃない、ミコは覚醒か、メイちゃんは神話覚醒で、あとはコウがいないね。テラパニオじゃねえ、コウがまだ日本にはいない。またか、もういっか。で、あとはあかりがまだ覚醒してない。あかりも神話覚醒来てるんで、もしかしたらあかりはPVE キャラになってしまう可能性もあるってことですね。わかんないけど、新キャラを、完全新キャラを出してくる可能性もあると思うんで、ちょっといろいろ、でも今の時点で何これだね、今の時点で累計か、最高ダメージ、ボスボスさんが120万出してるから、だから俺より10倍高いスコア出してるわけですよ。あ、ページ数結構多いね。10まであったから結構出してますね、みんな。まあ俺は PVE 苦手勢なんでね、そういうのもしょぼいし、今回何もいじんなかったからね。はい、こんなもんかな、こんなもんだよな、こんなもんだよね、お知らせも。そうですね。はい、というわけで異形討伐戦やってみたっていうところも含めての、アップデート情報でした。面白い。まああれがワールドボスってやつですよ。みんなでチクチク削って倒すっていう。でも一回倒されてるんだよね、それがすごいね。はい、というわけで皆さん、セブンナイツ楽しんでまいりましょう。お疲れ様でした。